今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。長年待ち望んでいたものが WATS から発売されたので速報として動画を上げます。コンパクトで持ち運びやすいスキットル330円税込み。ウイスキーなどを入れて気軽に持ち運べる瓶のように割れる心配がないステンレス製ということで、スキットルですね。とうとう出ましたね。この本体とこのロートとね、おそらく入ってるんではないでしょうか。はい、裏面を確認します。使用上の注意点ね。ウイスキーやウォッカ、ジン、テキーラなどのアルコール度数の高い蒸留酒のみ入れてください。蒸留酒以外のアルコール度数が低いものは入れないでください。雑菌の繁殖の原因となりますということでね。まあスキットル使ってる方はそうだとわかると思うんですけど、日本酒とかワインとかね、そういうものは入れません。であと初めて使用するときは食器用中性洗剤で使用してください。全部は読みませんが、使用後も食器用中性洗剤を使用してよく洗って水気を拭き取って乾燥した場所に保管してくださいといったことが書いてます。使用方法ですね、本体の蓋を左回しで開けて付属のロートを注ぎ口に差し込んで、ロートから溢れないように少しずつお酒を入れて、注ぎ終わったら本体の蓋を右回しで閉じて、本体をひっくり返して中身が溢れないことを確認してから、使用してください。あ、こぼれないことね。すいません。寝室表示を読みます。スキットルロート付き。サイズは約ですが、幅が 9.3 センチ、奥行きが 2.6 センチ、高さが 12.6 センチ。材質はステンレス製で、満水容量が 190ml。適正容量は約 180ml。製品の重量は、本体が約 94g、ロートが約 4g となってまして、武田コーポレーションとなります。ジャンコードこちらですね。ちょっと私興奮しておりますのでね、とっちるかもしれませんが、開封してみます。はい、こういう感じですね。あ、ロートがやっぱり入ってましたね。ちっちゃい可愛いロートですね。あ、いいですね。ステンレス製のスキットル。袋開けます。おお、これですね。これはちょっとね、いい感じじゃないかなと思いますね。はい、こういうね、まあ、全容で、あ、裏面なんか書いてますね。ステンレススチール7オンスと書いてるんですかね。はい、こうね、磨いたようなね、曇ってる感じのね、輝きがあります。蓋開けてみます。おー、いいですね。これはたまりませんね。加工精度としてはですね、全く悪くないですね。開けた時の裏側は、その密封性を良くするための何かが入ってます。金属じゃなくてですね、シリコンかな、ちょっと分かりませんけどね。でこの辺りもね、ピカピカで輝きがね、ちょっとこう側面と上とで違いますけどね。こっちはもう曇りのないね、本当のピカピカです。閉じると、はい、しっかりとね、閉まります。しっかり閉めやすいようにね、この回す部分にね、こう溝が掘ってね、ギザギザになってると、いいんじゃないですかね。この角度もね、まあフラスコですよね、あのお尻のポケットにね、ちょうど入るようなね、感じのものですので、こう湾曲してるんですけど、サイズ的にもね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。これはちょっとね、たまらない感じのアイテムではないかなと思います。このようなですね、ロマンの塊のようなアイテムがですね、330円で買えるというね、もうちょっとね、これはもうありがたすぎるんですけど、実際ね、中に入れてみましょう。まあ、ロートですね。
こんな風にきちんとね丁寧に袋詰めされてまして、ロートもね先がちょっとこうすぼんでてね使いやすそうな感じです。はい、ここにセットして、今ねちょうど 180cc、重さで測ってここにありますので、これをね移していこうと思います。うまく移せるかな。こういう感じですね。はい、180cc ね全部きれいに入りました。些細な情報ですけど、これねロートを差し込んだままこのように入れてやるとなかなか入っていかないんです。おそらく空気がねあまり抜けていかないので、ただちょっとこう持ち上げてやって入れるとですね、この隙間から空気がどんどん抜けるのでスルスルっとね普通に入りますので、こう持ち上げながら入れたらいいですし、もっと大きなロートがあったらねもちろんその方がね入れやすいんですけど、まあ持ち運びするんだったらこの小さいやつの方が便利ということですね。参考までに満水にすればどこまで入るのかの位置を確かめておこうと思います。今180入ってる状態で、その水面がですね覗くと見えるんですけど、さらにですねちょっと満水になるまで入れてみます。まあフラスコいらないですね、スポイトで入れます。まあこれはですね、お酒飲みの人は分かる心理だと思うんですけど、もうちょっと飲みたいなっていう時のためのねちょっとね予備調査になります。はい、もうね今液面がねこの入り口のとこまで来ました。もう本当の満水ですね。この状態でひっくり返してみて、何 cc ね出てくるのか重さで測ってね確認してみようと思います。初めて出しましたけどね、悪くないですね出る感じもね。まあ悪い出方ってどんなのかよくわかりませんけど、はい、メモリがね 191.3 です。だから 191ml ということで、まあ、説明書にね書いてる通りということになります。ではもう一度ね移してみますが、分かりやすいようにちょっとアップしてみます。これをですね置いたままですとこうすぐ満タンになっちゃってゆっくりしか減らないんですね。はい、ただこれちょっとだけ持ち上げてね隙間作ってやるとこんな風にね、まあ当たり前といえば当たり前ですけど 180cc ならね、ものの数秒かな、十数秒かなで入りますので、はい、今ちょっとね勢い余ってこぼしてしまったんですけど、キャンプ場とかでねうわやだなこぼしちゃったななんていうのを拭きたい時にはワッツで一緒に買ってきたねこの圧縮タオル L ですけど、これですねこんな風なすごく小さいんですけど、広げるとですね 35cm×23cm というね割と大きな、まあ圧縮タオル、まあ、紙製のねタオルだと思うんですけど、そういうものになりますので、こちらもねよかったら一応お使用ください。使い方としては説明書にあった通りですが、これ蓋を閉めます。今度は右向きでいっぱいまで閉めますね。はい、で逆さまにして漏れてこないかどうかね、確認をしましょう。で全然問題ないですね。閉めた感じもねいい感じです。軽く止まるところから4分の1回転いくかいかないかぐらい、まあすごくね精度のいいネジじゃないかなと思います。ではウイスキーを飲むときですね、どうするか、まあこれ蓋が外れるわけではないのでね、この部分にこうついでねいくってわけにはいかないです。まあ口に加えてもいいんでしょうけどね、例えば前回買ってきたこれセリアのね軽量カップフック付きですけど、まあ、私はねもう超小さいシェラカップという意味でねタイニーシェラカップなんて勝手に呼んでるんですけど、こちらがねいいんじゃないかなと思いますね。まあここにねちょっと、ワンショットですね注いでやって、でこれでクッといくというのがね、まあ、ちょっとこれ水なんでねクッといっても美味しくないんで飲みませんけど、いいんじゃないかなと思います。まあこれねちょうど親指にこんな風に引っかかるんですよ、こんな風にね、だからねこういう風に持ったりもねできるというね、まあ酒飲みならね結構気づく部分なんですけどねはい、こういうおちょこで飲むっていうのがね私個人的にはね今はおすすめです。はい、ではね、注ぐところやってみますね。これ完全にロマンアイテムですからね、こういう音なんかがね結構大事なんですよね。
い、どうでしょうか、聞こえましたでしょうか。これはね、あ、私にとってはね、このフラスコはもう100点ですね。ロマンあふれるアイテムが330円で買えるというのはありがたい限りですね。まあ、お酒の容器ってね、普段私こういうあの瓶で買ってそのまま持っていくんですね。まあ、好きなものをね、大体こう小瓶で買ってまして、で小瓶で買っとけばね、ちっちゃいのでポケットにパッと入れられます。まあ、そういう意味でね、小瓶にするんです。ただ実際にはやっぱり瓶がね、どんどん増えていっちゃうし、キャンプ場とかでもゴミになっちゃうので、あんまりね、良くないなっていうのも思いもあったので、今回のフラスコはとても嬉しいと思います。収納については、まあ、ズボンのね、お尻のポケットに刺すっていうのがね、まあ定番なんでしょうけどね。例えばこういうダイソーの、バスケット、こういうところにもね、きっちり収まります。これ330円のね、中ぐらいの大きさのやつなんですけどね、コンパクトなのでとってもいいと思います。実用面の課題で言うと、おそらくですけど、まあ、量がね、180cc なので、あ、ちょっと物足りないな、もう少し飲みたいなっていうことが、まあ、私の場合はですね、おそらくあると思います。そこで2つ買ってきました。まあ、2泊3日のキャンプなんかでもね、まあ、2本で我慢するって決めていけばね、初日と2日目ととか、あるいはこっちはスコッチで、こっちはバーボンとかね、まあ、そういう使い分けもできるのでいいではないかなと思います。で、これをですね、じゃあ持っていくときに、ちょっとね、これをね、入れるものがついてなかったんですね。で、あんまりガチャガチャやって傷つくのもね、嫌なので、まあどうせなので、ワッツでこんなのどうかなというのを見つけて買ってきました。それがこちらです。メスティンケースって書いてますが、これですね、サイドポケット付きのハードタイプということで、今までのですね、メスティンケース、まあ100均で売ってたようなものよりも明らかにですね、内容がいいんですね。こういうループがついてたり、ここにメッシュのポケットがついてたり、こちら側にもついてますね。はい、これフォグ棒っていうんですかね。もうワッツさんすごいですね。ちょっとね、ダイソーを超えつつあるんじゃないかと思うんですけど、一応確認しておきますね。メスティンケース、材質はポリエステルとアルミニウムが内側ですね。でポリプロピレンのね、こういう D 缶のようなものもついてます。そして本体のサイズは約 7cm×19cm×10cm、 収納可能なサイズは約高さが 5.5cm、 幅が 18cm、 奥行きが 8.5cm というふうに書いてて、松野工業さんですね。今回は松野工業さんが多いですね。これがジャンコードですね。はい、ということで、まあ、税込み330円なんですけど、ちょっとね、豪華な感じの、これはメスティンケースです。ではこちらも開封しますね。はい、あ、アルミのね、フィルムがついてて、ちょっと保温ができるようになってるんですね。メスティンを入れるためのものなんでね、そういう感じなんだと思います。メスティンケースなんでね、一応メスティンもね、気になると思うのでやっときますが、これはあのダイソーのミニメスティンですね、1号炊きの方です。あ、結構ねぴったりです。もうあのきつくはないけど、幅高さはねほぼジャストです。奥行きがこうね7センチぐらい余裕がある感じですね。手前にねお米1合ぐらい入れることができそうですけど、でこう閉じるというね。はい、もうほぼぴったりです。したがって大きいやつはダメですね。 1.5 合用だともう全く無理ですね、というサイズ感になります。でこちらなんですけど、さっきのフラスコ、2つがですね、はい、こんな風にほぼぴったりですね、入ってくれるので、これもね結構ありがたい感じですね。奥行きはねどうでしょうね、まあ7センチぐらいはまだ入りそうです、手前にね。だからそれこそ先ほど紹介したね、このタイニーシェラカップ、まあ、こういうのをねスタッキングして、でロートなんかもね一緒に入れてしまっとけばね大丈夫じゃないかなというふうに思います。あと横にもねループがついてるので、こういうところにもね何を入れようかなと。先ほど紹介したワッツの圧縮タオル L、 30センチぐらいねありますよっていうね、水でふやかすとね広がるやつ、まあ、こんなの入れとってもね、まあ、いいと思いますし、まあ、結構収納できるので、
まあ、ここはいろいろ考えたいし、でこれをこう吊るしてね、持っていけるという風な感じになりますね。いやーこれもね、なんかこう、うん、このアルミは今回ねこういう目的ではいらないんですけど、マジックテープもねこう2箇所にねくっつく部分があって、こちらは1箇所ですけどね、ちょっとこう閉じるサイズをね、変更したりできるような優れものになってますので、これもねちょっと330円とは思えないような商品ですね。あと余談になっちゃいますけど、福さんのねファーストエイドキット、こちらもですね、実は入れてみるとフラスコですねぴったりサイズなんですよ。なので2つ重ねて締めて、まあちょっとギリギリですけどバッチリ入る感じですね。まあファーストエイドキットとは中身が違いますけど、こんなのもね持ってる方はねいいかもしれません。ちなみに私さっきからフラスコって言ってますけど、あのお尻のポケットに入れるねヒップフラスコがスキットルのことなので、まあ同じものと考えてください。はい、以上ね速報動画です。こういったねスキットルをポケットに入れて持っていけばね、山の頂上とかあるいはキャンプ場とか出張なんかでもいいかもしれませんね。ポケットさえあればどこにでも忍ばせておくことができますので、まあさりげなくポケットから出してねクッと一杯飲むっていうのはね、まあ男にとってはロマンじゃないですかね。入れ物が違うことによってねお酒の味が変わるわけではないんでしょうけど、まあそれでもねやっぱこうハードボイルドな感覚というか、まあ体の温まり方というかね、寒い日だったら、まあそんなことも含めてねとってもロマンあふれるこのアイテムではないかなと思いますので、これはおすすめです。今回の動画がねいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。いつもコメントいただいてありがとうございます。コメントはですね一件ずつとても楽しく読ませていただいてますので、どうしてもですね私も作業が遅くってご返事が遅れる場合があるんですけど、その点はご了承ください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。